今回も前回と引き続き戦国立志伝大谷義継でプレイしていきたいと思います。前回までのおさらいをすると、家臣でスタートして、ここですね。このなんだ、何城だ、ここ何城だ、ここもみ城の城代というところまで進んだので、今回は城代でプレイしていきたいと思います。石山本願寺を攻略せよということで、俺も多分いけんじゃないこれ。多分ね、多分もうこれ数的にはいけるんじゃないこれ。多分これいけるね。多分いけるので、ちょっと内政の方をね、内政の方をちょこちょこっとしてからね、やっていこうか。なんだ、公家町か。商人関係あるね。往来があるか。交易場は多分、あれ、ここか。ここに作れんのね。で、ここに商人作っとこうか。さあ、もみ城です。もみ城はこれどこだ？丹波の国物もみ城ですね。はい。というわけで、石山本願寺を攻めましょう。石山本願寺、石山御坊公約すよ。石山、これ、御坊かな？石山御坊ですね。これがまあ今の大阪ですね。はい。ね、皆さん最近どうですか？もうね、4月の今、終わりかけかな。もうね、もうね、新入社員のになった方々もだいぶ経ったでしょう。ね。もうね、だいぶ仕事も慣れたかなっていうところでしょうかね。私前ちょっとね、この間ラジオかなんかで聞いたときに、上司が、ね、新人さんに、ちょっとハサミあるか言って聞いて、で、その若い子が、ありますよって答えたんですよ。で、そのね、ありますよっていうのはね、あるなら貸してくれってことなんですけど、それありますよって言って、その後何もないんで、いやいや、あるなら貸してくれよっていう、ちょっと最近ね、この言葉の、ね、なんちゅうのかな、違いというのかな、ちょっと最近そういうのがちょっとね、よくあるので、まあ、そういうこともなかなかね、珍事件であったので、ね、大阪石山御坊攻略せよ。あ、備えようですからね。まあ、備えましょう。任務、申し出で、まあ、とりあえず、これで、OK かな。さあ、次はどう行くか。もう今、何もすることないね。取引で、金がないので、ああ、兵糧売ってもな、今、少ないからな。あら、あれ、なんか嫁さんできちゃった。あら、まさかのここで結婚しちゃったね。いやー、ここで結婚すると思わんかった。ここで結婚かい。ねえ。ここで結婚ですか？さあ、金銭が不足してるんで、ちょっと出城を作って。ね、もう城代だからね、城代の内政はね、できるので、どうしようか。まあ、任してみるか。ね、さあって、備えようですからね。ここら行けそうやね。じゃあ、ここら行きましょうか。800以上ですからね、そんな別に大していらないんで、だいたい1600円じゃない？まあ、800なんでね。さあ行きましょう。あらら。みんなの力で勝利をつかみましょう。
はい、勝ちました。まあね、いやいやいや、まあこれでちょっとね、おお、なんだお、別所とミキが、あ、別所か、別所と赤松が争ってますね。まあその間に我々はできることをやっていきましょう。さあ、いや、そんな足軽ばっかりいらないから、1300円で十分だね。ね、今、城代でプレイ中っていうことなんで、まあもう、戦でながら功績上げてっていう。さあ、行こう。陣形変えようか。ああ。行きましょう。あらららら、これはちょっと予想外だったね。まあ勝ちましたわ。うんね、さあって、ちょっとここから先は難しいかな。これ2000でいいや。はい、もう一気に戦闘してるからね、ずっとね。いやー、本願寺剣女能力高いからきついわ。本願寺のね、本願寺、石山本願寺の当主、本願寺剣女ね。ねえ、いやー、本願寺はきついわ。うん、おお、そう来るか。そう来るか。こんなもんでしょうね。うん、はい、オッケー。これでほとんどはオッケーかな。うん、ほとんどオッケーだね。今どこが潰れた、綾小路養生を始めます、ね、綾小路家が潰れたので、その前にここの城主誰ですかね。ここの乗車であるでしょうね。いや、私、城代ですよ。うん。まあ、城代とね、城主とね、いろいろあるんで、とりあえず改良していきたいとこだけど、お金がないから何もできんね。取引したいけど、兵糧がないから何もできんね。まあ、とりあえず、こんな感じか。我が戦、お見せしましょう。鉄は任せますよ、もう。ね、乱攻防展開いやね、まあまあ天海っていうのは本当謎の人物でね、一体いつに生まれてね、まあ死んだ年じゃ大体わかるんですけど、いつに生まれてどういうことをしてたかっていうのがあんまり記録には残ってない人物らしいのでね。うん、なんか収入が多いね。うん、さあ領地行きましょうね。領地行ってここら辺水田でいいよ、もう。うん、もうここ水田でいいから、もう十分水田でいいよ、もう水田3つぐらい作っといてね。これでまた全国マップに戻ってっていう。うん、あとこれも味方のやつ待つしかないかなっていう感じか。うん、はい、今現状ですね。まあ私らは織田ですわ。で、別所と同盟、浮き、えで、浮きとじゃあ、裏紙か。裏紙家と、筒井家と同盟と、いう状態。ね。いやー。さあ、これがどうなっていくかね。早いこと攻めたいもんだけど。ね。大王寺家が最上家に滅ぼされましたっていうことでね。とりあえず何番トライでもやっとこう。で、ああ、もうないのかな？ここも城作りたいけどね、今何もできないからね。うん。
なんで別所の人来たんだここに。あのね、まあ、本願寺ここだけですからね、石山の。ここと、こっちか。こっちにあるのか。ね。もうちょっとだね。あとちょっとだ。うん。まあ、とりあえず進出しましょうか。おお、結構あるな。結構あるな。ここ行こう。あの、すごいのが、ここ、川がないんですけど、ほんと。ねえ、川がないわ。これはどうしたらいいか。もう武家屋敷なのか、なんか作るかね。もうちょっとね、うん。まあ兵力回復するんですよ。長宗我部がどんどん進行中っていう。ねえ。よう死ぬけども、誰かがわからん。今さっきの誰？で、人所作りましょうか。ね。ああ、人口多いんだ。丹波亀山を。から、ここ。ね。まあまあ、ここ人所作ってもね。まあまあまあ、よっぽどのことがない限り攻められるってことはないでしょ。ね、で、人所作って。やっていきましょうかね。うん。まあ、これで準備がほとんど OK なので、上代だから、まあ、何もすること、まあまあ、内政をちょっとね、ちょっとやっていかないといけないかなーっていう、何がある？温泉町。さあ、温泉町を作りましょう。温泉町を往来をアップさせてくれる。ということなので、ここ行っとこうか。ここに作って、この辺ちょっと商人で固めましょう。これ多分ね、ほとんど固めたらいいと思う。うん。固めた方がいいのかな。場合は。さあ、あとはこれで。ね。石山ごぼう。行きましょう。さあ、石山ごぼう、これだけいるんだから大丈夫でしょう。ね。城も、わーお。結構いる。あ、早速呼ばれたよ。1万、うわあ、こっちが松中か。本願寺同士自らがということで、数の上では味方が優勢ですが、ね。いや、行きますよ、そりゃ。ね。さ、本願寺です。大阪です。さあ、大阪、ね。いやあ、まさか大阪攻めようになるとはね、ほんと。あれ自分どこだ？ここか。え、これはどっから行く？うわぁ、ほんとに、堀で囲まれてるわぁ。ここから行きましょうか。これ先につけるかね？誰？あ、あれは木村杉とかね。いますね。細川、藤田が。ここらもいますわね。堀秀政より、あれ？なんか後ろから来たんですけど。おお、達成。陣中録。とりあえずどうしようか。うわぁ、目の前にあれいるよ。下馬さんいるよ。さあ、荒木村杉がこちら。最下集ですな、鈴木。まあ、最下孫一。最下孫一のね、本願寺と同盟。ね、同盟組んでたからこれ何なの。まあまあ縄文突破したんで次こっち来ましょう。硬いよ、硬いね、ほんと。これ後ろから行こうか。うん、後ろから挟みましょう。まあ、いらなかったね。あ、入り口ここだけか。ここだけか。ここだけね。さあ、今頑張ってるね。おっ、さあ、縄文突破。
あれ俺らどこ行った？あ、いた。さあ、天守。わあ、三層天守だから硬いね。ああ、まあいっか。はい、あんま意味ないね。攻撃力アップではないからね。あ、まあ数で言っちゃったら、まあ、大阪城、まあ俺の地の大阪城ですけど、これ堀に生まれ堀だわ。すごいわここ。はい、石山城ね、石山御坊、これでゲットですというとこなんで、なんか何以上これ。これ、泡何以上。あ、ここだね。いよいよ、万州ですね。はい。何以上だ、ここ。ここは、あ、大郷城ね。大郷城。これ、大郷城って呼ぶんだ。もう、ここらはね、今の兵庫県ですわね。まあ、ここらは大阪なんでね。ね、姫路があり、五着があり、ね。三木城あり、っていう、まあここらも、まあここ、まあここ、あ、違うわ、ここまでが今の兵庫県か。ここまでが、だからこっからここと、この上も今兵庫県ですわね。兵庫県って今思うと広いね。ほんと、うん、広いわ、すっごい広い。取引木材とかあるからね。まあ、とりあえず先に任務を、達成して。で、承認系を、ここで立てておく方が良いのかな。あら、あんまないな。あんまないので、あんまないがどうしよう。とりあえず、下から行こうか。1800、900でいい。そんないらない。うん。敵ね、俺ら900でも結構ね、武将能力高いから、ね、さーっとやっていけば、それなりには、勝てるでしょう。おお。俺ら心底しかない。ああ、終わった。はい、とりあえずちょっと兵力の回復しようか。うん、外交があった。なんかすごいことになってくるのここね。完全にこれ海上戦だね、もうね。すごいことになってるのこれね。岸和田城だねこれね、今ね。おなんかすごいことになってるけど、うん。大丈夫？殿大丈夫？ほんと。大丈夫かなこれ。ああ、でも結構、貴重なりね。まあ、イニシブション、源のより光か。これなんだ、より光だっけ？ちゃうわ。これ違う。これですね。ね。うん、多分寄り道だと思うけど、多分ね、竹中茂、これ竹中半兵衛のね、いとこやったかな、確かね、そういう感じの武将ですわ。うん、さーて、とりあえずもうちょっとなんとかしときたいとこやけど、さ、次です。
はい、オッケー。まあさてどうなってんだ、下どうなってんだこれ。いや、あのあれ攻めちゃってる、目的地攻めちゃってる、あれあら、目的地攻めちゃってるよ。いいのかこれ、いいんだろうね、多分ね、多分いいんでしょ、多分いいんだろう。まあまあ攻めてくれるなら攻めてくれるって、全然ね、全然いいんですけど。うん、だからもう城代とかになるとね、まあ家臣で始めるとこへでない家臣の領地で、まあ城代も同じくね、まあただ単にその家臣プレイしながら城のこと、まあお城のことも任せますよっていうね。ね、大丈夫かこれ。いや、もう終わっちゃったよ。うん、何もして、なんかしたっけ。あらら、岸和田も落としちゃったの。危なくないっすか。お、一国一城の主として、一億になってます。さあ、城主です。ね、城代から城主になるので、城主になりました。はい。お、飛んだね。これで、上杉謙信ね、四十九日、一睡の夢、一気、映画の一杯の酒っていうね、ね、あんまり酒飲まなかったっていうのが、ね、上杉謙信は、まあ酒飲まなかったもあるけども、結婚しなかったんでね、ずっと独身だったんでね、俺で小田家の乱ですね、はい、上杉謙信の家督争いですわ。上杉謙信の姉の息子です。はい。おい、まあ、謙信の甥です。で、もう一個は北条氏康の息子。ですね。まあ、そういう。まあこういう感じで、まあまあまあ。で、小田家の乱は、ね、武田と北条を巻き込んでいくっていうね。さあ、城代から城主になりました、飛ぶなおい。木曽福島城攻略せよ。はい、木曽福島城でございます。ここでございます。やめてー、武田だよー。木曽だよー。ああ、ここですね。あの信長さん飛びすぎです。あのさっきまでここだったじゃないですか、城代でね飛びすぎよ。城代でここじゃない、城主でここ行くか、なかなかないよ。とりあえずちょっと家臣を呼びましょうね。あのね、せめてね、こいつ連れてきて、さっきまで一緒にいたんだから。うん、飛びすぎよ、ほんと。木曽福島城です。ね、なんで来んのかねいや、勝ちよりはいいですわ、勝ちよりはいらない、いいですわ、使える気ないです。はい、なんか上杉がえらい同盟したね。北条と同盟、芦名と同盟、いろんな伊達と同盟、いろんなとこと同盟したね。あ、で、違うか。そうか、こっちの上杉が北条と芦名と同盟。で、こっちが武田と同盟って。分かれたね、家がね。もう一人家臣欲しいね。あかん。あかんか。あかんか、そっか、あかんか、飛びすぎでしょ、ほんと。まあ制作していきましょうか。楽市ヤクザ、楽市ヤクザ、堺の商人、ああ、まあでも金銭が上がるのはいいんだけどね。で、刀狩りと兵の分離、これで
ラグビー、どうしようか。制作どうしようかね。とりあえず、うん。ラグビー楽だかな。ね。基礎福島城です。画像してもいいんですけどね。いいんですけど、ちょっと未だにまだ何とも言えない状態なんでね。ね。いやー、どうしましょうかね、これね、ほんと。とりあえず内政かな。うん。とりあえず内政でしょ。とりあえず、どうしようか。どうしようかね。商人しかないのかな？ないか。ないね。とりあえず、まあまあまあ、上州でなったのはいいけど、飛んだな、ほんと。ねえ、どんだけ見してくるんだ。いや、さすがにつけないですよ。うん、多分ね、ついてほしいの分かる、分かるよ。でも、ここつくじゃん。ものすごい孤立するよ。あ、田村家が、田村家がなぜか足だけに。あら、東北はすごい、東北？東北やね。東北はすごいようになってる。ね、さっきまでここにいたんだけど、飛びすぎです。まあ、いいですけど。まあ、ここって結構ね、この、越中。越中？越中やね。越中から能登に続く、この、美濃からこっちに行くためには結構ね、近道ではないけど、まあまあまあ、交通の要所的なとこですからね。ほんとどうしよう、攻めたいんですけどね。とりあえず、これやっていきましょうか。ね。鉱石を。鉄砲二つもできんわい。はい。さあ、行きましょう。おお、味方来た。おお、ありがとう。結構兵多いね。ありがたいわ。ね。はい、オッケー。あのね、基礎福島城は多分落としやすいと思う。うん。普通に。多分普通に落としやすいと思うよ。さあ、もう一回。1200ですって、マックスかい。まあいいでしょ。さあ、行きましょう。友の戦いというか、あの、嫁さんもらってますからね。この、名前なんだ。もうけ？いや、もうけじゃないだろう。ちょっと後で見ますけど。あ、ここですね。ね。はい、ケイ、おったね。さあ、基礎福島城、だいたい攻略できるんじゃない？これ。ご命令を先月の収支です。報告します。調略で家臣を。ちょっと待ってよ。はあ、暗黒 JK。暗黒 JK か。俺ちょっと欲しいかも。ね。暗黒 JK をぜひともこちらに。遠いなぁ遠いなぁ遠いなぁ誰かください。無理ですか？無理ですか？そうですか。とりあえず、あの、家臣に確保を与えておきましょう。いらなさそうやな、これね。後家が、後家ですかね、これ。やっぱ戸沢か。戸沢家が、ね、またこれ、ここですわ。はい。ここですね。はい。東北のこれは、
どのあたりこれ。これ多分ね、秋田かどっか、秋田あたり、秋田あたりなんかな、多分秋田あたり間違ってたらごめんなさいね。秋田あたりかもしれないですけど、間違ってたらすみませんね。さてと、さあ、もう一人ください、お願いします。できればね、うん、欲しいわ、欲しいけど、今武力高かったからね、ちょっと内政高いの欲しいね。ここかな。ありがとうございますね。これでちょっと楽になりそう、うん、これでちょっと楽になりそう、ほんと。まあね、だいぶ街ももうこれとかね、活性化してね、こうやってね、うん、もうちょっとなんとかしたいけど、まあいいでしょう。さて、あとはこれちょっと味方のあれ待ちかな、あれどうしましょう。これを機に動きますか。動いても良さそうですけどね。あら、動いちゃってる。おうおうおう、なんか始まっちゃった。いいのかこれ。行きたいね。あら、ついに来ちゃったか。これで竹中半兵衛が、あら、基礎がなくなってんね。竹中半兵衛がこれで一応なくなったんですよね、これでね。中国攻めしてる最中にね、結核やったかなんか、ね、かかってなくなったってことなので、これいけるな。回復したら行こうか。陰でね。あら、どうした？九州ですわ。あ、これですね。ね。島津といえば釣りのぶせ。まあね、敵をどん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 誘い込んで、まあ沼地内、そういうところで一気にね、抑えるっていう、釣りのぶせ。まあこれがそれの始まりの大友とのね、戦ですわ。うん。まあこれが原因、まあきっかけで大友は衰退していきますけども。これ行けるな。行きたいな。行くか。行け。行けるな。もうちょっと様子見で。あら、あら、あ、どうなった、もうちょっと、すいません。もうちょっと家臣を一人ぐらいお願いしたいですけど。無理ですか。無理っすか。無理っすか。とりあえずちょっと、城をね、ある程度、作っておきたいところやね。いきますか。これいけるね。うん。ちょっと兵力少ないけど、行くか。あら、引いちゃった。引かないで欲しかったな。行こう、行くぞ。これを剣城寺一気に福島、基礎福島攻めです。行きましょう。ね、上杉が基礎で怖いけど。大丈夫でしょう。信玄はもうね、いないから、そこまで、
まあまあ、馬場信春、ね、高坂男女、ここらがちょっといるっていうのがちょっと怖いけど、まあまあ、基礎なので、はい、基礎ですから、大丈夫だと思うけど、うん、大丈夫そうやね、これね。まあ、本体はね、でかいとこは、本体軍がやってくれてるので、行きましょう。基礎攻めじゃい、この野郎。あら、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 着く前に落ちちゃったよ。うん。あら、高原、諏訪城ですかね。どこだ、どこ攻めの、ここ、お、上だね。武田じゃなくて、一気にこっち行くのかい。さ、とりあえず陣所作ってみましょうかね。お金がない。お金がないね。さ、木曽福島城終わったところで、今回は終わりにさせてもらいたいと思います。また、次はここ。ここですね。何城だったっけ、ここ。高原諏訪城。ここを攻略。っていうところから始めたいと思います。ちょっとこれ戻ってから終わりますわ。ね。なんかイベントあった。多分これはあれですかね。なのね、松平信康が武田と内通してたっていう話で、これでね、徳川は嫡男を、ね、長男を失ってしまうことになるんで、そうなんで、あのね、まあまあ、徳川の奥さんって元今川のね、部下の家臣の妹かなんかだよね、を嫁さんにしとったんだよね。で、松田信康は、信長の娘五徳、織田五徳様を、五徳を嫁にしたんでね。まあ、とりあえずちょっとこれで、ね。はい、今回はこれで終わりとさせていただきます。ね、九州の方ではちょっと、ね、熊本の方では大きい地震がね、ちょっと皆さん大変ですけども、まあ、ね、頑張って耐えてください。もう、ね、どんどん救援物資も届いているのかな、来てると思うので、まあ頑張って本当ね、私もね、関西に住んでるもんなんですけども、まあ、ね、大きい地震、私も阪神を経験してるので、結構まあ気持ちはわかるんですけども、もう頑張って耐えてくださいね。まだまだ余震が続くも思いますけども、まあ、頑張って、ね、震災に遭われた方、本当に、ね、頑張って、もう頑張ってしか言いようがないので、はい、ね、また落ち着いたらね、いろいろと、いいこともあると思いますのでね、まあ、ね、夕方ですけども、ご覧いただきまして、ありがとうございます。また、次回、ここですね、この、ここをね、また、ね、高原諏訪城を攻めるところから始めますので、はい、ぜひとまた、ご覧いただけるとありがたいです。